アレクサンドリア港攻撃は第二次世界大戦の地中海攻防戦において1941年12月18日から12月19日にかけて地中海戦域で行われたコマンド作戦アレクサンドリア港に停泊するイギリス地中海艦隊にイタリア王立海軍の潜水艦1隻と人間魚雷3隻が特殊作戦を観光する人間魚雷 SLC を操縦して校内に潜入したフロッグマンが停泊中の軍艦の艦艇に爆薬を仕掛けるという作戦であった。暗号名は EA-3 作戦。攻撃の結果、イギリス海軍の戦艦バリアントと戦艦クイーン、エリザベスの2隻が大破着艇した。この他にタンカー1隻と駆逐艦ジャービスも大破した。 地中海におけるイギリス海軍の主力艦2隻が長期にわたり使用不能となり、また同時期に英海軍の艦艇が次々に撃沈されたことも重なってマルタ島への増援輸送作戦や北アフリカ戦線にも影響を及ぼした。人間魚雷マイアール1940年6月10日、イタリア王国は数軸側に立って第二次世界大戦に参戦した。 だがマルタには手をつけず、ギリシャに侵攻して大敗北した。弱体化したイタリア軍を支援するため、ナチスドイツが地中海や北アフリカに介入せざるを得なくなった。1941年後半の時点においても、エジプトのアレクサンドリアはイギリス海軍の地中海艦隊の根拠地であった。イタリア海軍にとって地中海艦隊に 配備されていたクイーン・エリザベス級戦艦は強敵であった。イタリア海軍は1940年8月の時点で人間魚雷によるアレクサンドリア機種を艦光したが母艦の潜水艦が撃沈されて失敗していた。また地中海の中央部に位置するマルタ島はスエズ運河を擁するアレクサンドリアと地中海と大西洋の境界に位置するジブラルタルの中間にあり、 連合国にとって最重要拠点の一つだった。同時に、数軸国にとってもマルタは見過ごせない要所であった。マルタを拠点に行動する連合国軍の水雷戦隊、潜水艦部隊、航空機が北アフリカ戦線の数軸軍に対する補給路を攻撃していた。地中海を南下して北アフリカに向かう数軸側の補給船団は、マルタを大きく迂回せねばならなかった。 1941年11月のリビアへの軍、受品到達率は38%となっていた。このため、ロンメル将軍のドイツアフリカ軍団は常に物資と燃料不足に悩まされ、11月中旬以降は、イギリス軍が発動したクルセーダー作戦により、苦戦していた。数軸側も、事態を生還していたわけではない。ドイツ空軍やイタリア空軍がマルタに対する空襲を、 繰り返し、イギリス空軍を弱体化させた。また、1941年11月から、U ボートも地中海で作戦を開始、A 空母アークロイアルや A 戦艦バーラムを撃沈し、さらに連合軍輸送船団を攻撃して、存在感を示した。また、イタリアは、状況打開策の一つとして、SLC によるアレクサンドリア攻撃を計画した。マイアーレによる、 攻撃イメージ1941年12月3日に訓練を装ってラスペツヤより出航したイタリア潜水艦シーレは沖合でハシケより SLC3 隻をイノシ、6日後にエーゲ海のレロス島に着いた一方 SLC の要員は空路でレロス島へ向かいそこで上官となった SLC 要員が別行動となったのは 潜水艦での長期航海が彼らに悪影響を与えることが分かっていたからである。SLC 要員と各組の攻撃目標は以下の通りであった。他に予備要員2名も上官した。12月14日、シーレは出撃し、アレクサンドリアへ向かった。気象条件の問題で攻撃は1日延期され、12月18日決行となった。12月18日の飛没後、 チー入れは浮上し、アレクサンドリアの昇降の沖きで3隻の SLC は発進した。イギリス海軍では、クイーンエリザベス級戦艦のバーラムが、前月25日に U-331 に撃沈されたこともあり、その姉妹艦2隻をアレクサンドリアで温存していた。SLC は、ラスエルチン半島、ついで防波堤に沿って進み、真夜中に、 軍港入り口の防御剤と防戦網についた。この夜は秋冬する巡洋艦、ナヤド、ユーラヤラス及び駆逐艦4隻のために0時24分に港の入り口は開かれていた。3隻の駆逐艦が入港するのを見たペンネはその機に他の2隻とともに港内への侵入を果たした。ペンネの SLC はバリアントのもとにたどり着き潜水した際に海底に 進化してしまった。また、ビアンキは気絶した。モーターの起動に失敗したペンネは40分かけて爆薬を戦艦の真下まで移動させた。その後浮上したペンネはビアンキともども捕らえられた。二人はまず陸上に移されて尋問されたが、氏名、階級及び識別番号のみしか答えなかった。その後二人はバリアントに戻された。アンドル・カニンガムによれば、 彼は二人をバリアントに戻し、館内下部に閉じ込めるよう命じたという、捕虜を危険な状況に置くことで情報を入手しようとしたものであった。閉じ込められた二人であったが、何も喋らなかった。二人が閉じ込められていた場所は偶然ではあるが、爆薬設置場所の近くであった。マルチェリア組は、クイーン・エリザベスへの爆薬設置に成功し、4時30分に岸にたどり着いた。 ク母ーボはおらず、マルテロッタは3隻目の戦艦とおぼしきものを発見して攻撃しようとしたものの、その後それは巡洋艦であると判断。ノルウェーのタンカー、サゴナの元にたどり着き、呼吸装置の不具合で潜水できなかったことから、その船尾に爆薬を取り付けた。爆発予定時刻の10分前になってペンネは艦長への面会を求め、もうすぐこの艦は沈むと述べた。 その後、ペンネは元の監禁場所に戻された。5時45分、サゴナの爆薬が爆発。続いて6時6分にバリアントで、6時10分にクイーンエリザベスで爆発が起きた。ペンネは脱出でき、またビアンキも助かっている。マルテロッタ組は上陸後エジプト警察に逮捕された。マルチェリア組は列車でロゼッタへ向かった。ロゼッタ沖では、 潜水艦、ザフィロが待機していた。二人は、ロゼッタで他の組を待っていたが、12月23日に、エジプト警察に逮捕された。バリアントは A 団子やその周辺が浸水。クイーンエリザベスは A、B、X、Y 艦室などが浸水した。サゴナはプロペラ軸や火事が破壊され、その横に停泊していた、駆逐艦、ジャービスも被害を受けた。 二隻の戦艦はすぐに引き上げ作業が行われたが、修理が完了して戦列に復帰するまで一年半以上もの月日を浪費することになった。イギリス軍は二隻の戦艦が重大な損傷を受けていないよう見せる工作を必死に言ったが、当時のイギリスの防御技術の限界からドイツ軍の空中偵察により作戦の成功は知られてしまった。イギリス政府は、A、戦艦二隻が 戦闘不能になったことを隠蔽していたが、1942年4月23日にイギリス議会で損害を公表した。アレクサンドリアにおけるイタリア海軍の勝利と有望ートの活躍でイギリス海軍は大損害を受けた。地中海のパワーバランスは数軸側に大きく傾向いた。半年間にわたって北アフリカ戦線で戦う陸上部隊。 特にロンメル将軍のドイツアフリカ軍団に安定した補給が行われることになった。この奇襲作戦によるイタリア海軍の大勝利は被害を受けたイギリス側にも大きな刺激となった。イギリスの脅威であったドイツ海軍の巨大戦艦ティルピッツ攻撃計画にもヒントを与える。ウィンストン・チャーチル英首相の指導により特殊戦工艇チャリオットと X テが完成した。 1943年9月22日、X 定により実施されたソース作戦により、ティルピッツは大破して、数ヶ月間行動不能となった。1958年、本作戦を題材に、静かな敵という映画が公開された。1962年には、ロイ・ワード・ベーカー監督の、巨漢にまだ沈まずも公開された。ありがとうございます。